このキッチン部分がもうまんまハンバーガーになっていて、めちゃくちゃ面白いです。皆さんこんにちは、ジソールゴブルだ。ひらひら。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴシティバーガートラックです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売されたレゴシティです。外箱はこのようになっていて、名前の通りこちらはハンバーガーのキッチンカーになっております。このハンバーガーのロゴのデザインが結構面白くて好きです。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は2980円で、ピース数は194ピースです。ちなみにこちらは神戸のコストコで確か2500円ほどで買いました。ではこちらのレゴシティのバーガートラックを組み立てます。完成、バーガートラックです。はい、バーガートラックが完成しました。ちなみに組み立てに30分かかりました。で、これ作って思ったのがこのバーガートラックなんですけど、なんとシールドシートは1枚もありませんでした。全部プリントパーツになっています。このハンバーガーのロゴや炎のエフェクトのパーツについては絶対シールなんじゃないかなって思ってたら、まさかのプリントパーツで、めちゃくちゃ作りやすかったです。まずこちらのバーガートラックについてくるミニフィグについて説明します。バーガートラックについてくるミニフィグは全部で2体で、これがバーガーショップの店員さんで、これがお客さんです。まず店員さんはこのようになっていて、これがエプロンになっていて、右手にはフォークみたいなヘラを持っています。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみにこの店員さんの顔はリバーシブルフェイスとなっていますので、このように顔を変えることができます。はい、続いてこちらがお客さんで、右手にはハンバーガーを持っています。全体をぐるっと見回すとこのようになっていて、このお客さんのこの耳の部分に人工内耳がついております。まあ、簡単に言えば補聴器ですね。このミニフィグには補聴器がついております。最近のミニフィグってこういった感じのミニフィグ多いですよね。僕はすごくいいと思います。ちなみにハンバーガーはこのようになっていて、厚さ的に言えばほぼほぼ2ブロック分はあります。このハンバーガーもすごいよく作られております。はい、続いてはこちらのバーガートラックを見ましょう。トラック自体はそんなに大きくなくて、このハンバーガーのキッチン部分がめちゃくちゃでかいです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ちなみにこのキッチン部分はこのように簡単に分離させることができます。日本のキッチンカーってキャンプカーみたいな感じで結構角張っているんですけど、このバーガートラックはキッチン部分がハンバーガーになっていてとても面白いです。なんかアメリカとか海外の方ではありそうなんじゃないかなって思います。ではまずはトラックから見ましょう。トラックについては黒色ベースになっていて、両サイドのこの部分はプリントパーツになっていて、正面はこのようになっていて、この部分に車のプレートのシールはありません。まあどうせだったらここもプリントパーツで付けて欲しかったなって思います。後ろはこんな感じになってます。ちなみに運転席はどのようになっているのかというと、はい、このようになっていて、運転席についてはレバーとかがなくてハンドルだけになっております。そしてこのドアの部分がこのように開くことができます。ヒンジパーツがミラーを再現しております。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。では店員さんのミニフィグを乗せたいと思います。ちなみにこのバーガートラックは一人乗り用です。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、続いてはこちらのハンバーガーの形をしたキッチン部分を見ましょう。このキッチン部分がもうまんまハンバーガーになっていて、めちゃくちゃ面白いです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。近くで見るとこんな感じで、厚さについては実際のハンバーガーとほぼほぼ一緒の厚さになっていて、バンズの間に黄色がチーズで、茶色部分がパティで、これが紫キャベツで、これがトマトで、これがレタスになっております。ちなみにこのロゴマークはプリントパーツになっております。でこの看板部分はこのように倒すことができます。側面のこの部分にドアがあって、爪を引っ掛けるとこのように開くことができます。上のバンズのこのパーツはゴマですね。これもすごくよく作られています。この上のバンズはこのように簡単に取り外すことができて、キッチン内部についてはこのようになっております。作り自体は簡単なんですけど、結構よく作られてる方なんじゃないかなって思います。この部分が鉄板で、この部分が注文口になっています。キッチン部分なんですけど、冷蔵庫とか電子レンジの造形とかもあったりしたら余計よく
良かったんじゃないかなって思っております。ここにミニフィグを立たせてバンズで閉じて看板を上げれば、はい、これでハンバーガー屋にすることができます。注文口のこの部分はレジになっていて、これはケチャップです。付属のミニフィグを使ってこのように再現することができます。いや、これはすごい雰囲気が出ますね。で、一応トラックに乗せてこのようにキッチンカーにすることもできます。これキッチンカーにして遊ぶのもいいのと、あとこれ独立させてこのようにハンバーガーの屋台にすることもできるので、これはめちゃくちゃ面白いと思います。はい、レゴシティバーガートラックはこんな感じです。はい、ということでレゴシティバーガートラックを組み立ててレビューしてみました。まずこのレゴシティはシールドシートがなくて全部プリントパーツになっているところがとても作りやすくていいと思いました。まずこのハンバーガーのキッチンカーのこのハンバーガー部分が本物みたいな感じですごくいいと思いました。で、さらにすごいのがこのハンバーガー部分はこのように簡単に取り外すことができますので、ハンバーガーの屋台として遊んでみるのもいいなって思いました。今年のレゴシティもすごい気合が入っていますので、他のレゴシティも作るのがすごい楽しみです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。